はい、お頼みです。今回はね、チームデスマッチでマップはアルデーヌの森になります。このマップもよくマッチングするな。今回もショットガン、コンバットショットガン使うんでね。おお、今からだ。はい、今回もね、このクラスで行くんでね、今回もイリアムアンナで、手段派遣、基礎トレーニング版、コンバットショットガン、マシンピストル、ナンバー69、手榴弾 ×2、マーク2手榴弾 ×2 で頑張ってみます。はい、ギャブルゼイ。爆発と狙っていってみましょう。これダメだったな。やっぱ船体投げた方がいいよ。これちょっと集中で、ここだな。これここにいますね。これこのプレイヤーさんたち、ここいるよね。角待ちしてるの、マップに映ってるからさ、ちゃんとここ結構ここでね、頑張ってすればね、結構強いんじゃないかな、これね。すごいっしょ、やるっしょ。バックしろ。おお、すごい、5キロやってるよ、俺も。あ、焼夷弾になってるわ。なんで爆死しなさいと。ああ、決まったぜ。倒れたしら。よし、決まっておりますわ。これ面白いですわ。これ爆死しなさいと。倒れた柱の壁にいますよ。これはあ、コンバットショットガン本当おすすめ。爆死しなさいと。8キロやっております。前押し奮闘しております。アーチアーチ。爆死で左に、こっから来ますせ。こら、ダメか。おお、もう10キロやってるわ俺。ナイスわ。これなさい。これセンターいいわ。これなぜか知らんけど爆発キルバンバン来ますせ。これここはどうだろう。これ橋のところも言いますよ。これはい、待っとくれ。ダメか。これセンター投げるよ。もう一回決まるよ。これ決まらん。サポートは決まったんだけど、これいるよ。左いるよ。左いるな、いるな。こっくるよ。これあれな、すごいっしょ。14キロやってるよ。あ、これ25キロいけるかもしんないな。これこれ左くるよ。これおお、すごいっしょ。これよ、バックしろ。おお、17キロ。これはね、ここ行ってみようか。もう一回ここ穴場だわ。
よっしゃよっしゃ、19キロやってる。あー、25キロ無理だな。バクシー、とにかくこれクラス強いわ。これいるな、角待ち知っておりますよ。これ俺だ、20キロやった。オッケーオッケー、俺だよ、ブロンズスター 100%。 あっちはおかしいね、これ俺がブロンズスターじゃないのこれ。まあいいけどね。あと5キロだったな、あれ。チームデスマッチ。で、25キロ。1試合でやれば、レアドロップなんだけど。あと5キロだったね。でも結構キルがすごかったな。決まったぜ。試合も勝ってよかったな。ここからセスケ20キロ8です。プラス12。スコア2305でした。おお、すごいな。20キロの8ですって。なかなかいいぞ、これ。コンバットショットがこれマックスになってないかな、これ。やりましたな。あともうちょいでこれ53にランク上がるぞ。これラピッドファイア、あ、マックスになってる、プレステージ1ということでね。はい、プロ皆さんありがとうございました。これね、終わりました。これチームデスマッチで20キロ、30分あったん、30分、24分残りだったかな。指令完了でね、レアドロップっていうことでね。で、今43個溜まってます、これ。で、これ後でやるんで、爆発物で200キロ、103キロやったんだな。これ惜しかったね、20キロでしょ、今回。あと5キロでこれ完了だったんだけどね、1試合でこれやらないといけんでね、レアドロップだったんだけど。マッチで25回勝する、23回今勝ってるんで、あと2回勝てばレアドロップということでね、引き続きやっていくでね。で、今師団がもうちょいだね。師団派遣、師団プレステージ回せるね、これね。ほんとこれおすすめだよ、これ。マーク2シルダーとタクティカル1個ずつ装備できるんで、これマックスなってるんでね。これラピッドファイヤーがもう、ま、解除したんで、7。これ武器プレステージ今、1なんで、回していくんでね、また使っていくんでね、これ。はい、以上にしたいと思います。はい、今回は師団派遣基礎トレーニング版、コンバットショットガン、マシンピストル、ナンバー 69×2、ナンバー69シュルダン ×2、マーク2シュルダン ×2 で、アルデンヌの森のチームデスマッチをプレイしてみました。20キルの8です。で、結構成績も良くてね、ショットガンの手榴弾キルとかとマーク2手榴弾の爆発キルは結構決まって面白かったです。あとよろしければチャンネル登録もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。